5番です。ネブトナカイです。今日は日本サッカー協会の問題点を話したいと思います。なんだこのおっさん。彼は日本サッカー協会会長の田島幸三氏です。なんだこのおっさん。森保はじめを日本代表監督に指名した男です。森保はじめ監督の無能話は別な機会で話します。田島幸三無能ハリルホジッチ解任。日本代表監督ハリルホジッチ氏を解任したが怪しい人事だと私は思う。ハリルのスタイルは堅守速攻、つまりカウンター戦術です。経歴を見るとめっちゃ言うのを。日本代表監督を首になった後も再就職先が見つかっています。ね、当然ですが、彼はアジア予選を突破して、WC 出場権を獲得しています。ベテランの本田圭佑、香川真司、岡崎慎司らが戦術の見直しを、ハリルに直談判。すると、彼らの出場時間は減り、代表に呼ばれなくなった、ウィキペディア引用。ウクライナ代表との親善試合後解任されて西野明氏に決定した。なんだと。そして西野監督になったら未来のエース候補の中島翔也選手は代表から外された。代わりに代表復帰したのは本田圭佑選手。本田圭佑の問題点もいずれ話します。アデマルダスの意向で10番をつけている香川や、ピークは過ぎたが、知名度がある本田は、西野監督に使われた。このあたりが解任の原因かな、と私は思います。ただ、スポンサーに忖度するのは、どこの世界でもあるので仕方ない。問題なのは協会幹部が、その大人の事情を外国人のハリルに説明していたのか。ちなみに前任者のザッケローニは理解していた。しかし彼は真面目だったのでそれがあだになり結果を残せなかった。お題での講演会、まるで意味がわからんぞ。この表を講演会で使用したが、これどっかで見たことないかな。ちなみにハンターハンターとは格闘漫画で、このシーンは、敵や自分にはコンディションがあって常にベストな状態で戦えないよって話です。別に田島間違ってないじゃんって思うかもしれませんが、不正解です。ただの1試合ならわかるけど、WC の本戦でコンディションを最高の状態にしないなんてありえないですよ。バカかお前は。そもそもビスケ、キルアの師匠は、環境、体調、って言っているのに。会長就任。サッカー批評49巻から引用。僕が決定的に嫌だったのは、僕の次の会長のことも考えていかなきゃいけないと、川口さんに言ったら、田島しかありえない、と言ったんです。僕は、あれは一番ダメですよ、と言った。基本的に方針がブレるし、その場その場でいろんな人に、良い顔しているだけでアイデアもないし、2年間付き合ったけど、サッカーに対する提案一つない。あれこそダメです、と僕は言ったんです。そうしたら川口さんはものすごく不満そうな顔をしてね、じゃあお前、他にいるのか、と聞くから、外から呼んでこなきゃダメです、と言ったら。もう次の日には僕がそう言ったことを田島は知っていたんだよ。ああ、川口さんと通じているんだなぁと思って。と、元サッカー協会会長の犬飼元明氏が発言している。いろいろ突っ込み満載ですが、特に、その場その場でいろんな人に良い顔しているだけが気になる。
一番信用できない人って八方美人タイプの人だと思います。皆に良い顔をしたいのでブレブレになってしまう。あと、もう次の日には僕がそういったことを田島は知っていたんだよ、ですね。おそらく田島は権力者にうまくごますることが得意なんでしょうね。どう、ごますり野郎が国を滅ぼすって話は山のようにある。問題なのはごますり野郎。はごまする能力は高いが、それ以外はポンコツ。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。